の南野陽子さんでございます。こんにちは。はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。何かね、はい、もう恋姫しか見ていないというか、グラビアなんかの姿が全部それなので、現代風なお姿に接するのは久しぶりでござりまするわな。そうですね、うん、割とお姫様の格好で雑誌とかね、今ずっと持ってますけどね。初めての時代劇というか本格的にですね、あれだけ化粧して面のっけて、和服を着てということだと大変でしょ。ええー、あの準備はね、やっぱり時間とか普通のものに比べて倍ぐらいかかるんですけど、でもなんか なった時の気分はね、いいですね。なんかこう本当にお姫様になったような気がして、でなんか悲しい女の人の役なんで、気持ちは悲しくなってるんです。だけど画面を後から見たら怒って見える。なんでかなと思ってカツラで目がつってんですね。ああなるほどなるほど、うん、後ろの方に引っ張られてんだ。そうそう、うん、だから悲しい顔をしてても怒ってるみたいにして見えて、失敗したなとかね、最初のうちは悩んでたんですけど、やっと最近だったらとか思って、あの悲しいシーンの時は気持ち笑い気味にしてね、気持ち、したら目が下がってちょうどになるんです。なるほどね。じゃあの本当にね、笑い顔を作るっていうのは結構大変ね。大変です。ほんで私本当に笑ったら歯がすごい目立つから大きいでしょ。可愛いですね。だから赤いね、朱色の口紅にしてて歯がニカッと出たらお姫様って感じじゃないんですよ。だからすごくね、笑うのは難しいです。なるほどね。そうしてますね。だから最初の方っていうか、あの明日からいっぱい出るんですけどね、恋姫として、あの顔怒ってます。そうですか。そうですか。まだつかみきれてなくて。なるほど、いわゆる普通の顔して、気持ちは悲しい、悲しい、顔は引っ張られて怒ってる、怒ってる怒ってるけど皆さん怒ってません。怒ってません。はい、見てください。それにしましてもね、ドラマの方ではどんどん先の場面を撮っていきますよね、グラビアで見ました、男入りの場面とかですね。はい、それからおめでたの出産の場面とか、結構重労働なことをしてますね。そうですね、なんかいきなり赤ちゃんできちゃったり、どうしましょうみたいな感じなんですけどね。これはあの誰かにアドバイス受けました？いや、もう赤ちゃんの生まれるところはね、本当に具合が悪かった時だったんで、ぐったりして笑ってたらそれなりのシーンが来ると思うんですけど、あとお布団シーン、こっちの方はすごい緊張しててね、間際まで考えなかったんです、なんかもう嫌で、でもう本番の時だけいろいろ考えたんですけど、まあ、NHK だし、あんまりね、その時間8時台だし、そんなね、家族揃ってね、学生様を見てますからね、見るような作品なんで、なんてことなかったです。今お布団シーンって言いましたね、現代劇だとベッドシーンですね。ですね。なるほどね、さっきね、本当に笑う場面では歯が目立ってしまうと言いましたけども、まあネットかけりゃいいんじゃないですか。ネット、歌じゃありませんけども、昨日発売になりました、はい、ね、化粧品の方の、コマーシャルということで、お化粧の方は普段やっぱり随分結構最近は気にしてます。そうですね、今まで割と素顔っていうかね、まあ、今もそうなんですけど、あんまり普段お化粧とかしたことなかったんですけどね、やっぱりお化粧品のコマーシャル出るようになってからは自分でいろいろ試してね、今日はお洋服がピンクだから口紅もピンクとか、あと茶系だから茶色とかね、いろいろ楽しむようになりました。ダウンしてる時ね、仕事のことはまあそれなりに気になりますけども、その他どんなこと考えたの？そうですね、割と最初の方は本当体調が悪かったんで、食ったり来て寝てばっかりだったんでわかんないんですけど、ちょっと調子が良くなってくるとやっぱりもうみんな私のこと忘れてるんじゃないかなとかね、なんか早くテレビ出たいなとか、あとは母が来てくれてたんでね、いろいろたわいない話、例えば雑誌とか見てて、こっちのお洋服とこっちのお洋服どっちがタイプとかね、そういうの普通の話なんですけど、できて楽しかったななんて。そうですか。じゃあもう全力疾走がまもなく近いと思いますけども、曲がとりあえず今限定版が昨日出たばっかりですけども、そうですね、その他のレギュラーのね、新曲っていうのはまもなく出ますし、それからまだ大河ドラマの方はね、いよいよ佳境に入っていくという場面ですし、もうコンサートの方も楽しみにしなくちゃいけないし、そうですね、あと他の4月になったら他のドラマもやりますんで、そっちの方もねかなり欲張りですけど、一生懸命やりたいと思います、初登場はですね、やはり当然出るからには一番上と、いや
あの今まではね割とそういう風な感じで調子よくなれたんですけどね、うん、あの今度はでも上だったら嬉しいなっていうのが正直なそうです、正直なところは、はい、でも上だったら嬉しいな、うんうん、じゃあ今回の限定版それからシングル版、はい、ますます皆さんの応援を得てということで、はい、お会いできる機会もなるべく多くしたいと思いますので、はい、はい、日本そのラジオの番組の方もですね、はい、何のこれ式、はい、ますます解消ですから、はい、病気これ式ということでね、乗り越えて頑張っていただきたいと思います、はい、どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。のりぴーがあのそうなんですよ、あのみんな詰めて詰めてみたいな感じで詰めて詰めてね、なんかこれはすごく関係者席だけれども、はい、結構いい席みたいですわね。そうですね。あ、やったじゃないの、はい、湯浅さん、やりました、やりました。先週からです、無理にお願いしていたんですけどね、まあ、5組10名の方、はい、ね、はい、あのラジオ聞いてる皆さんはこの湯浅明の全国通い通学校、プラザパーキングタイム聞いた、はい、ノリピーのコンサート欲しいと書いておはがき欲しいと思いますけれども ね、はい、そうです ね、 ね、というわけで今日はノリピーと一緒にね、はい、楽しくお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、言葉のうちほどねお伝えいたしますけども、はい、そういう現場の方でよろしくお願いします。木村くん、はい、頑張ってね。はい、もうお客さんがすごい。じゃあお客さんの拍手をちょっとお送りしましょう。拍手。いやいや、この広がりのある拍手を私は期待しておりました。ありがとうございます。それではお待たせいたしました、今にも増しての拍手お願いしますよ。お迎えしましょう、酒井のり子さん、どうぞ。こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。いや今日はね、今夜のためにチケットも用意していただきまして、はい、本当もう中学生高校生なんかね、あの世の中学生、世の中学、世の東中学だったっけね、みんなとか来てます、行田校中学だったっけね、が来ておりますけれどもね、え、何、統一三省、あ、統一三省とかいろいろ来ておりますけれどもね、うん、皆さんかなり集まっていただいておりますけれども、はい、もうあの頑張れという曲、なかなかテンポが良くて、ありがとうございます、ね、これはいつ発売でしたっけ、2月の24日に発売されました。されましたね、もうね、ノリピーは今日はあーセーター、可愛いセーターですけどね、私服できてしまいました。手編みですかこのセーターは。これはあの手編みで売ってたのかな。あ、そうですか、はい、色がとりどりのね、赤黄色緑茶とね、17色だったかな、入ってるのかな。そしてクリーム色の靴履いてね、はい、ちょうどこのステージの周りには、春をイメージさせる菜の花がございましてね、はい、もうでも春が近いから雪が降るんでしょうね、名残雪と言いますかね。そうですね、もう名残雪もやみましたけどね、はい、それではあね、多分このラジオを聞いてるみんなの中にも、受験とかね、いろいろと期末試験とかで頑張ってると思うけども、私もその中の一人です。そうですね、はい、のりこちゃんは月曜日も試験がある。そうなんです。いつからだったんですか試験は。昨日の、昨日から、昨日から金土ゲスト今日中日、はいはい、ちょっと疲れてるかな。ちょうどあの今かなり来てるところですね。来てますか、はい、あ、月曜日はなんか大変なあの試験があるんだって。そうなんですよ、数学が何よりも苦手なんですけど。数学、おまけにあの音楽もね、あの音符が並ばれるとちょっと頭痛がしてくるんですけど。歌手の方でもやっぱり音楽は苦手。あのいや、あの普通に読むでもいいんですけど、ああ、なんか海へとかね、あるある、なんか遍路とか何とか思っちゃうんですけど。ちょっと頭悩んじゃうもの、それじゃあね、うんうん、それじゃあもうそういうことを忘れていただいて、はい、張り切って歌っていきましょう、はい、頑張れ、どうぞ。はい、どうもありがとうございました。なかなかこの踊りの方も乗って歌ってましたね。ありがとうございます。試験なんかどこ行っちゃった、どこ吹く風っていう感じで。あ、今すっかり忘れてました。でしょ、はい、気分がいいもんですよ、はい、ストレス解消にもね、お父様方カラオケやってますからね、はい、そんなこと違いますけど、ちょっと全然違いますけどね。あの、のりこちゃんは、はい、のりぴーやっぴーコンサート前進めということで、はい、日本全国縦断コンサート、そうです、3月20日から4月の4日までやるわけですね、はい、そして3月21日が東京と、そうです、そういうんですよね、はい、そして、今日はこのラジオを聴いている皆さんのために、はい、5組ペアで10名の方にですね、はい、チケットをね、差し上げます、差し上げるということなんでね、湯浅明全国火曜一つ校プラザパーキングタイム聞いたよ、ノリピーのコンサート希望と書いてね、はい、送っていただきたいと思いますけどもね、ぜひ来てください。そしてセカンドアルバムが、はい、3月の26日に、あの16日ですね。 あ、そっか、マネージャーの方が26じゃねえよって言ってますけど、16日にね発売されるんですね、はい、これもタイトルはグアンバレノリコパート2って。グアンバレノリコパート2、はい、ラジオ聞いた方もぜひ買っていただきたいと思いますけど、はい、結構軽快なテンポが多いんですかアルバムの中は。そうですね、うん、そんでこそこそ何撮ってるんですか。こそこそね、ほんとね、こそこそやる中学生高校生多くてね、はい、堂々とやりなさいっていうのね。写真ですね。いけませんねそれはね、はい、それはいけないんですよ本当はね。というわけでね、これからコンサートに向けて張り切っております、はい、月曜日の試験も頑張ってね。はい、頑張ります、はい、というわけで酒井のり子さんでした。どうもありがとうございました。これは美味しい。なんと言ったね、全然違う、もうね、日本から、まあ、粘りが違うというかね、うん、やっぱりこう歯応えがね
いいですね。そうですか、日本の味を懐かしがっている。この後は少年隊の皆さんの登場です。少年隊の皆さんどうもこんにちは。こんにちは。お帰りなさいでしょうかね。ただいまです。それにしましてもね、一昨日帰ってきて、はい、昨日はねテレビに出るわね、日本放送の番組に出るわ、はい、もう目いっぱい仕事をやって。そうですね、ちょうど時差はもう1時間しかないですから、もうないのと同じですから、体の方はもうみんなもう絶好調に。そうですか、はい。でもね、さっきスタジオの外でね、はい、かっちゃんはね、いやマジに疲れたよって、結構疲れた。もう眠かったんですよ僕は。もう本当にあの時は、もう眠くしょうがなくて、なんででしょうね。そうですか、はい、それに比べてね、日記は相変わらず元気そうで、もうね大変大変大変。でも逆にですね、熱を出したけども、気を張ってて、でふとはーっと思った時に病気になったりとかするんですよね。そういう時ってありますよね。ありますね。なりましたね。大変サウナに4時間っていうのはね、昨日の山田さんの番組を聞いてましたけども、ね、インタビューないと思ったの。これであのサウナ入ってね、ちゃんと休憩室で横になって一日ボーっとしててね、香港に着いた日ですよ。またその日にね取材があったんですよ、次の日湯ざめ湯ざめ、多分錦が解剖行きたくない、行かなかった、ビジネスのお金使いたくない。でも例えばのかっちゃんとですね、東の場合にはどのくらいのお金使ってきました、その買い物で。僕は18万ぐらいかな。どっかの目に行って。僕5万ぐらいです。5万ぐらい、はい、1円も使いたくなかった。僕5万以上は使ってますよ。もう僕はもうポン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 、至るところで、至るところでもう使ったんですよ。大変大変もう大変。お願いだから、シンガポールで、そうなんだから、シンガポールで靴買いましたよ。買った、420円。もったいないよ。向こうはね、物価が安い上に、値言うとどんどん安くなるの。僕なんか1万2000円かなんかのバッグを2000円にしてもらったの。すごいね、この腕前は。すごい、上さん泥棒だもんね。もうわかんでもないから、変なおばさんに I like you とか言っちゃってるの。俺はお前のことが好きだったりね。それ物買ってるから。でも短いツアーでバレましたけども、忙しさプラスアルファで面白さっていうのもたくさんあったと思うのね。そうですね、やっぱりその各地方でやっぱ名物とかあったりするんですけど、僕はバンコクが一番好きかな。バンコク、それは何故に。想像してたの違かったんですよ、イメージ的に。どういうイメージを描いてた。僕ね、バンコク行く前にね、ステージとか全部竹でできてるって言われたんですよ。おお、バンブーステージ。そう、それでね、イントロから何か全部健康にいいななんてね、青竹組でで行ったらちゃんときちっとしてるからね、生水でね、お腹壊したらご飯がまずいって聞いたんだけど、バンコク一番美味しかったよな。ご飯美味しかった。シンガポールが一番ニュートンサーカスもね、うまかったですよ。伊勢エビボン、カニのチリソースボン、チンゲン菜がこんなにできて、最高ですよ。最高。野外で食って、ハエが一匹も飛んでない。シンガポールは本当綺麗。あそこはもうゴミ捨てたら罰金500ドルぐらいだもんな。そう。3万ちょっと払うらしいんですけど。ゴミちょっとでも捨てたらもうダメ。ダメ、ダメ。日本でね、だからさ、変な話、なんかゴミをね、こう捨てられなくなっちゃうの。そういう習慣でゴミ箱探しちゃう癖がついてよくなりましたよ、だから。だから日本もね、そういう法律作ればいいなと思った。逆にもう逮捕しちゃうの、どんどんゴミ捨てたりタバコの灰吸ってたりする人は、そのやっぱり街は綺麗になるね。なるほどね。でまあすごい人気を誇っている少年隊が日本でもファンにもみくちゃになりますけども、あちらでもファンにもみくちゃになった。はい、なりました。プレゼント構成ってのもあるのかしら。あ、それも随分いただきましたね。花が中心で、花があったり、あと似顔絵をよく描いてくれてるんですよ。へえ、すごい絵がうまくて、みんな、まああとはね、お菓子だったり、まあ手作りのシャツだったり、また枕だったりするんですけど、それやっぱり、日本語で全部書いてあるっていうね。はあ、漢字でもって全部、はい、難しい字もちゃんと書いてある、はい、うん、手紙なんかも日本語で一生懸命書いてきてる。へえ、まあ多少間違ってるんですけど、まあ、努力してくれてんだなっていう。で自分たちの名前とかもおかしいんですよね、読み方全然違うもん、ね、うん、その地方によって。香港だと俺チッサオハクサオとか僕はね、トンサンゲイチーっていうのかな、香港じゃ。ああ、トンだけはよくわかりますね、言いましてね。台湾が、トンシャンツーチーとか、そういう、チーツーか、なんかそういうのが、俺がなんだっけな、チーチャオ、チーチャオ、空襲、空襲、チーチャオ空襲。僕の中はね、一気通貫するんです。おいおい。これで、ですね、ふざけてるんですよ。向こうでね、取材してる時にね、ピースするのにね、ピンフーとかね、それとね、で向こうの人がインタビューしてるのにね、いきなりね、リーチとかね、もうバージョンのね、
あの、なんていうのかな、役とかね、うん、全部言っちゃうんですよ。うん、向こうの人何が何だかさっぱりわからないと。なんかあの芸能界の隠語かなんか言われたみたいな、そんなつもりになったんでしょうね、きっとね。で、あの、帰ってきたからといってですね、安閑として休めるわけじゃない3人ですけれども、はいはい、これから新曲の振りも考えなくちゃいけないでしょ。そうですね。ね、3月23日。発売なんですけど、あの結構バラだから、はい、この動きやなんかは新しいものがあるだろうなと。そう、また何かちょっと考えて、そういった話題も広がりますけども、 そうですね、その他にも3人またそれぞれにね、葛藤の場面が考えられている、はい、東の場合には、まあ、グラミー賞のレポーターやったり、あと時代劇松川さんにちょっと協力させていただいて、うん、する予定でいますね。そうですか、はい、番組終わった後ですね、行こうか、いいとこ連れてくれますよ。やばい、それが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 やばい、マスカさんの場合それがやばい。そうですか、翌日には全芸能界に広がりますからね、そのことがね、マスカさん、うん、うん、あります。かっちゃんの場合は、僕はまだ分かんないですね、いろいろ話の段階を聞いてるとなんかあるみたいなんですけどね、うん、まだはっきりしたことは分かんないですからね。なるほどね、はい、うん、日記の場合は、僕はあのちょっと芝居をあのアッコさんに指導してもらおうかなってこれも結構ですね、仕事終わった後のお付き合いも長いですよ。それもすぐ広がりますよ。広がりますよ。それは早いですね。すごいですね。すごいですね。はい。コーナンと言われてネットワークありますからね。あっこさんの場合にはね。はい、うん。で、最近はなんかこう、ヨットもね、舌は入れてこないみたいですけどもね。前あったんですか？ありました。ご主人との約束でね、じゃなくて接触だけに留めるという約束を今持ってるみたいですよ。中には入れないと。あ、そう。もう、それは知らなかったな。あ、そう。うん。じゃあ、そういう場面にまだ遭遇してないんだよ。危ねえ。危ねえ。うん。まだまだ順調な少年隊でございます。というわけでございましてね、はい、また、さらにいろんな帰国話、プラスアルファでね、はい、活躍の場面、いろいろこう、こっちも追いかけていきたいと思いますので、はい、遊びに来てください。はい、はい、ます。今日は、まだ疲れてると思いますけども、はい、日本食美味しいと思いますので、はい、目いっぱい食べてください。ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。少年隊の皆さんでした。はい、こんにちは。サイバーまた来ました。約束通り1週間後ということでございますけども、はい、今日はですね、皆さんは素敵な王子様、果たしてね、童話の世界で恋をするとしたらお姫様、相手は誰がいいか、それを順番に言ってほしいんですけどね、はい、まずはあの大沢君からいきましょうか。それは現実的に考えて、ダイアナ姫。ダイアナ姫すごいね。うん、あの解説しましたよこれ。いや、これはですね、結構国際問題に引っかかってきますからね。そうですか、ちょっと後ほどに回したいと思いますね。内海君の場合は、そうですね、僕もやっぱり現実的に言ってサリシャに出てくるヨッちゃん。なんや、なるほど、ね、似てませんかヨッちゃん。そういう感じで三つ子で、三つ子スネオ君に似てますね。いやいやいや、ほっといて。現地の皆さんの方行きましょう、はい、あの赤坂君の場合は一体誰ですかね。僕は白雪姫。なんか白雪姫。じゃあの佐藤のあっちゃんの方は、僕はあの浦島太郎の竜宮城の乙姫様。おお、渋いとこついてきたね。うん、なるほどね。あきらくんの方は、あきらくん、みんなのあっちゃんとあきらくんだってすぐ同じような名前言っちゃいますけど、僕もあきらって言うんですけどもね、うん、聞いてないって読もうとく。あの12時ね、サンダル落とすシンデレラ。12時、なるほど、ガラスの靴も、サンダル靴もサンダル落とすのは、ね、11時58分ぐらいだと僕は思うんですけど、サンダル。でもね、見方によるとね、劇やなんかですと結構サンダルっぽいよね、きっかけっぽい感じありますよね。え、佐藤君、まあ、僕は竹から生まれたかぐや姫。かぐや姫好きに返す。竹から生まれたお岩さんどういうマグス君は。あ、僕ですか、うん、やっぱり僕もね、浦島太郎に出てた村の子供。これすごい、聞いてないよ、これ。こいつはこれが好きなんですよ、僕は。そう、はい、だって浦島太郎戻ってきた時は、はい、村の子供はもうおじいちゃんおばあちゃん、そうです、ね、あの世界の人でしたよ。そうです、いいの、いいです、年を超えて、はい、そういう感じでもですね、はい、さて皆さんがですね、デビュー前憧れていたアイドル、素敵なスターってのはいると思うんですけども、順番にどういう人に憧れていたか。僕から、うん、やっぱ僕はね、事務所の先輩にね、やっぱ憧れてましたね。誰とは言いませんか、うんうんうん、でもマチさんが好きでしたね。僕もそうですね、少年隊皆さんね、はい、現実的なんだな、うんうん、大沢くんぐらいになるとね、これちょっと違う年代が出てきて、小学校6年の時にね入ったから全くね、こういう世界って興味なくて、うちのお姉ちゃんがね応募してやったから、うん、まあその時はね、野球選手とかね、なりたくて、プロレスラーとか。これ最近じゃん。プロレスラー。外国のね、
タレントさんとかに憧れますね。なるほどね、うん、そうですね。僕の場合はあの水谷豊さんとか、あの松田優作さんとか柴田恭平さんとか、うん、憧れましたね。ひょうひょうとした感じのね、はい、タイプにね。僕はね、渋谷二人みたいなね、ああいうグループっぽい、ちょっと表現の部分を見ると、ね、うん、なるほど。いや、そう、あの僕もあのやっぱりあの僕はね、あの小学校3年生に、あ、小学校3年生の時に憧れたあの十一くんと一緒なんですけど、あの芝木隊を好きで、小学校3年の時にみんなと振りを真似したりして結構憧れてました。なるほどね、うん、そういう風に自分たちのアイドルを持ってる君たちがこうやってね、グループを作りまして、今やスーパーアイドルなわけですからね。いや、そんなことないですよ。実感あります。実感あります。実感全然ないですよ。実感全然ない。うん、はい、まあその辺が素晴らしいところですけどね。新曲のプラザツインが、はい、これをですね、引き下げまして、はい、ね、ヤング層ばっかりではなくて、おじいちゃんおばあちゃん、はい、世代間を超えたアイドルとしての存在感をさらに高めてくださいね。はい、はい、真剣に聞いてますけれども。はい、はい、はい、はい。もう僕たち本当真剣ですからね、それね。そうですか。はい、じゃあここでまたね、新曲タイトルをですね、せーので言ってもらって、はい、かけましょう。はい、はい、はい。行きましょう。せーの。パラダイスジンが光る現地と思って、中森明さんでございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。おひな様、3月3日ですけども、はい、LP も発売になりますし、はい、何か素敵なおひな様というかですね。そうですね。はい。そういうイメージがあるんじゃないか。すごく可愛いの飾っていただいて、3日になっちゃったのかなと思って、うん。この中でいろんな食べ物があるけれども、あの、どれがいいですかね。ひなあられ。ひなあられ。大好きなんですよ。白酒。白酒ダメ。ダメ。飲めない。これお子様用なんですよ。アルコールなしの。なんかすごくね、あのドロドロした見かけが ね、うん、どうも口に運ぶ気がしないんですよね。まあそういうのはね、好き好きってありますけどもね、うん、さてスイングのアルマージ、はい、この話もやっぱり聞かなきゃいけないんですけども、衣装とそれからマイクスタンドと、はい、ポスターと、はい、それぞれですね評判呼んでますね。見た人驚いたのはマイクスタンド、うん、マイクがね、でもね、私が考えたから言えないんですけどね、うん、衣装を一生懸命頑張ったんですよ。でね、衣装がこれだけ頑張ったから、普通のマイクじゃちょっと偏僻かなと思ってあれを考えたんですけれども、ああ、豪華にしすぎて衣装が見えないんですよ、うん、テレビで見てると。あのマイクスタンド本来ですとね、3センチぐらいの高さでスーッとくんですけども、うん、まとわりついてますから、いろいろね。あれ15センチぐらいあるのかな。そうね、だからね、一生懸命踊ってても踊りもわからないしね、衣装もわからないしね、うん、だからちょっとね、マイクのスタンドをね、ちょっと、うん、なんていうのかな、土色っぽく塗ってもらって、うん、1本ぐらいのあの蛇の絡まり、蛇さんと、うん、あの葉っぱをね、絡ませるぐらいにしようかなって、今日ちょうどね、うん、あのマネージャーさんに言おうかなって思ってたんですよ。なるほどね。そうじゃないと本当にね、もったいないのね。だからあれはデーモンにあげようかな。デーモンにあげようかなと思って、うん、喜びそう。いや、あれを考えたのはね、でも私ね、デーモンさんを頭に入れて考えたんですよ、あのマイクスタンド、うん、ヘビを、そう、うん、デーモンさんのイメージで作ったらいいんじゃないかなと。デーモンさんがこういろいろこう椅子だったり何だったりごちゃごちゃつけるでしょ、うん、だからね、デーモンさんがいなかったら私あんなのも多分考えない。本当に、うん、ね、あのとっても素朴な感想、はい、ヘビ、ヘビ気持ち悪くはないですか。本物はダメですよ、まるっきりダメなんだけれども、うん、またお母ちゃんの話になっちゃうんですけどね、うん、お母ちゃんがちっちゃい頃からね、うん、おもちゃのヘビとかね、うん、あとはアクセサリーでも昔流行ったんですけどね、うん、たくさんあったんですよ、ヘビの指輪だとかネックレスだとかイヤリングだとかって、うん、それをね、うん、ちっちゃい頃からそういうのをこう案外こう持たされたりしてたんですよ、うん、ヘビは魔除けになるからとか、あとはお財布にちっちゃいヘビさん、もう可愛いんだけれどもちっちゃいのをこう入れられたりとかね、だそれがあるからね、身にまとうのは好きですね。なるほどね、うん、うん、これはまたね、昔あの活発な明菜ちゃんがですね、はい、ヘビかなんか2本つないでね、縄跳びかなんかしてる方、いや、そりゃしないよね、うん、男の子がね、近所にね、あのたまにヘビが出るんですよ、で、うわお母ちゃんヘビがいるよっていうのを近所の男の子が聞いたらしくてね、そのヘビを捕まえに行ってね、尻尾を持ってね、バシバシもう道路に叩きつけるわね、でね、やめなさいよ、お家を守ってくれる神様のヘビなんだよつって、一生懸命その男の子を凝ったのを覚えてますね。名前を言っちゃうとですね。
うちのお兄ちゃんと同じ名前でね、秋広、あの名字が秋広くんって言うんですけどね、秋広智之くんって言ってね、うん、今はかなりハンサムになって車運転してますけどね。本当にその子が悪ガキでね、本当にもうすっごく体が大きくてね、うん、その子の話をするとね、私が3つの時ね、もう同じ年なんですよ、うん、3つの時にもうそのともちゃんはね倍ぐらいあったらしいんですよ私を。それが私がギーコーギーコーのほら足でこう車があるでしょ、うん、あれを乗せたらね貸してって来たんですって、うん、でやだよって言ったら、いいじゃない貸してよってともちゃんが言って、やだよって言って、で3回目に貸してよって来たら、やだって言ってるでしょってブンと怒って車から降りて突き飛ばしたらね、うん、倍ぐらい大きいね男の子を突き飛ばして泣かした、あの子はすごいおてんばだってもう近所で有名になったそうなんですよ。本当に私もでもちっちゃいくせに負けん気は強かったですからね、嫌だっていうのを何かにするともう本当に怒って突き飛ばしたりしてました。なるほど、うん、ちょっとマイクスタンドの話から全部横道それましたけども、衣装の力入れた、はい、ここの部分の説明を、はい、うん、力が入ってます。そうですね、でもあんまり、とにかくアラビアっていうか向こうの踊り子のね、昔から案外私は洋画が好きだったんで、で洋画見てると案外そういう昔のね、ああいう向こうで踊ってる人たちの踊り子のとかっていうのはすごく頭に印象があったんですよ。でそういうのを頭に入れて大体作ったものですね、作ったり、あとはバレエ団に最初は借りてたり、このあのジャケットとポスターになってるのはバレエ団から丸々借りたものです。あの衣装、うん、はい、でもこれこの曲短いでしょうね。あ、そう、ベスト10とかでみんなに会うのは短いんじゃないかなって思いますね、なんとなく。うーん、ナンパ戦という歌がですね、はい、やっぱりとっても大きい歌で、でやっぱり日本人の方は好きなんですよね、ああいう悲しかったりする曲がね、だからこういう個性的な曲っていうのはどうしても短くなりますね。私がすごく好きだったりするこうサウンドベースだとかそういうのっていうのは案外短かったりするんですよね。ということはですね、次のことをね早くもファンとしては期待をして多分いいと思うんですけれども、はい、今年は元気いっぱいいきます、それともさりげなく、いやいやストックの曲調のごとくロックのように燃えてと。あんまりなんか元気いい感じにはないですね。まあ私は私でっていうテーマでいいかなと思うんですけども、あんまりでもそんなに期待できる年じゃないと思います。まあ、みんなの期待を、ね、裏切らないようには一生懸命頑張りたいなと思ってるんですけども。わかりました。そういうさりげさの、はい、さりげなさの中にですね、はい、きっとひらめくというか思いついたりねするんだ、これがそう思いますので、期待してますので、期待しないでください。いやいや、個人的にもっと元気がなくなってきました。なことないですから、まもなくですね、おひな様3月3日がね、はい、本当にやってきますし、はい、それからデビューの7年目というふうなところもありますし、お誕生日もありますし、はい、お誕生日、ね、まだまだちょっと先ですけどもね、はい、うん、またその折々ですね、はい、どんな感じかなって伺いに行きますので、はい、適当にその時の落ち込んだ気分、はい、乗ってる気分、はい、お願いいたします、はい、じゃあ今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。あのつまんないお菓子ですけど、どうぞお持ち帰りください。なんか話がいっぱいそれちゃってすいませんでした。いや、いいんです、いっぱいいろんなのが来ました。どうもありがとうございました。中森明菜さんでした。